ここはホッティポリマー株式会社のショールーム。ここに並んでいるのはあらゆるメーカーの最新式 3D プリンターだ。一般的にお客様が検討するにあたって 3D プリンターの性能を比較することは非常に難しい。そのためこのショールームでは主要な最新式 3D プリンターと様々な素材フィラメントを一堂に試すことができる国内初の場となっている。またこのショールームは単なる展示場ではなく、実際に実機が稼働する生産の現場でもある。これは弾力のある造形物、ゴムのようなしなやかさを兼ね備えている。これらのような新しい素材が従来の 3D プリンターの常識を変えた。この幅広い性質の造形品を作り上げることを可能にしたのがホッティポリマーの開発したフィラメントである。ホッティポリマーは目的に応じた素材の開発から行うことができ、さまざまな性質のフィラメントを製造することで幅広い分野で 3D プリンターの活用が可能となった。今建材や自動車、またエレクトロニクスや半導体、医療業界など幅広い分野でニーズが高まっている。ホッティポリマー株式会社は高機能ゴム押し出し製品や高機能樹脂押し出し製品で建材や自動車などの分野で高い評価を受けているメーカーだ。ホッティポリマー株式会社は1948年堀田ゴム工業所として創業した。1963年ゴム押し出し製品の製造をきっかけに事業が拡大していく。1985年茎工場製造開始。1998年には従来のゴムに加え樹脂押し出し製品の製造を開始したことが第2の創業となる事業拡大につながった。2005年第2工場内の新樹脂工場稼働。2007年現在のホッティポリマー株式会社に社名変更。2011年にはタイ工場を設立しグローバルに事業を展開した。2013年 3D プリンターを導入し HP フィラメント開発をスタートさせた。2019年 3D プリンター事業を本格的に始動。これが第3の創業期となる。同じく2019年にかねてより環境問題に優しい製品を製造してきたことから SDGs 経営を開始。2021年には 3D プリンターのショールームが完成した。ホッティポリマーの屋台骨はゴムや樹脂の押し出し製品。長年にわたる研究・製造の中でゴムやシリコーンなどのさまざまな原料を扱い加工してきた。繊細な原料の配合からコンパウンド工程、最新技術と伝統的な職人技術を融合した金型製作まで、時代に合ったさまざまな押し出し製品を提案し生み出してきた。そして樹脂製品を製造し始めたことで、さまざまな商品の開発にもつながった。高周動性樹脂を薄膜で同時成形した押し出し製品スベアップは、お客様の現場に爆発的に受け入れられていったのだ。時代によって求められる製品は移り変わっていく。その時代の変化に合わせた提案を続け、高い品質の製品を作り続けてきたからこそホッティポリマーの今がある。そしてまた新しい挑戦が始まっている。弊社はゴムと樹脂、高分子素材の押し出し製品をコア事業とした長い歴史のある会社です。ホットな技術情報で最適ソリューションをキャッチフレーズに、お客様の課題解決に全力で取り組み、今日まで成長してきました。長い歴史の信頼と新しい独自技術や製品の開発にチャレンジするベンチャー気質を併せ持った会社であると考えております。
そこで私は弊社のことをトラストベンチャー企業と言っております。そして大きな時代の変化に対応するため 3D プリンターサービス事業を深掘りし、一層お客様や社会の課題を解決することができるようチャレンジを始めております。ホッティポリマーの強みは素材となるフィラメントを原料から開発し製造までしているところにある。 HP フィラメントスーパーフレキシブルタイプは MEX FDM3D プリンター方式で世界で最も柔らかいフィラメントとして特許も取得している。これらは従来の 3D プリンターに使用できるだけでなく、ホッティポリマーはオリジナルの 3D プリンターを開発、より素材を生かした造形ができるよう研究開発を重ねている。また受託加工出力サービスを行うことでショールームは製造の現場としてもフル稼働している。2020年には世界初のシリコーン 100% の 3D プリンターを導入。シリコーンを原料とすることで引っ張り強度や伸びなど金型成形品と同等の造形が可能になった。特許を取得した架橋接合の技術により、これまで不可能だった立体構造を持つ造形が強度を落とすことなく作成できる。そして2022年秋に自社開発した UV 硬化型液体積層造形方式のシリコーンゴム 3D プリンターシリコムを開発発表した。2023年春には発売を予定している。このようにホッティポリマーは 3D プリンティングの可能性を追求し続けている。3D プリンターを販売するだけでなく、お客様の作りたいものに合わせて 3D プリンター選びから加工レシピ、造形レシピを総合的に提案ができるのはホッティポリマーだからこそ。今、ポリマーソリューションエキスパートとしての期待が高まっている。従来なら受注後、金型を製造し修正も行うとたくさんの工数とコストがかかっていた。そこで 3D プリンターを活用することで、お客様へ形状や硬さについてスピーディーで最適な提案をすることができ、量産に移行するスケジュール短縮と大幅なコストダウンを達成することができる。コア事業と 3D プリンターサービス事業の深掘りの結果と、これまで構築してきたネットワークも活用することで、さまざまな加工方法の試作から量産までのトータルサービスを提供できるポリマーソリューションエキスパートとしてより成長していきたいと考えております。ゴムや樹脂の加工のことや 3D プリンターのことなら、ぜひ弊社にお問い合わせください。弊社は今後も環境に優しい独自製品の開発を続け、タイ工場とともにグローバルに製品を販売するチャレンジを続けてまいります。また2019年よりスタートした SDGs 経営を一層深掘りし、お客様をはじめとするステークホルダー皆様に満足していただけるグッドカンパニーを目指してまいります。私たちはこれからもポリマーソリューションエキスパートとして持続可能な社会へ貢献してまいります。